藤田進次は、北海道稚内市出身のトライアスロン選手、自転車競技選手、東海大学大学院工学研究科出身。富士建設株式会社勤務、チームチェブロ所属。高校在学中まで陸上競技などを行っており、東海大学に進学してからは、トライアスロン部に在籍していた。しかし2004年の夏、 自動車に同乗中交通事故に巻き込まれ両下げ足を損傷し切断を余儀なくされてしまう。だが2年後に義足をつけてトライアスロン大会に出場するようになり健常者と混じって参加し感想を果たしたことから各方面から注目されるようになった。その後トライアスロンの強化の一環として日本障害者自転車競技大会に出場したことが契機となり 日本障害者自転車協会の理事である栗原明の勧めにより本格的に自転車競技に取り組むようになり、まだらめ秀夫パラサイクリング日本チーム監督の指導のもとトラック種目でも実力を伸ばす。2007年8月開催の世界選手権では男子 1km タイムトライアルで2位に入る。その後、同年11月に コロンビアのカリで開催されたオープンアメリカン大陸選手権では男子 1KMTT 優勝男子 3km 個人追い抜け2位の成績を収める。2008年の北京パラリンピックではトラックレースに種目、ロードレースに種目に参加。9月7日に行われた男子 1KMTT ではイギリスのサイモン・リチャードソンに及ばなかったが銀メダルを獲得。 同大会で最初のメダルを日本選手団にもたらした。そして9月9日に行われた男子 3km 個人追抜けでもリチャードソンとの優勝を争いとなった。予選では3分52秒253の世界新記録をマークするも、その後リチャードソンが3分48秒178のタイムをマークして世界記録を更新。 続く決勝でもリチャードソンに敗れたが銀メダルを獲得した。トラック種目に続き出場したロードレースでは9月13日の男子ロード TT で銅メダルを獲得し、同大会では計3つのメダルを獲得した。これにより、同年10月15日、北京パラリンピックにおける功績が認められ、北海道栄誉賞が授与された。また、この功績により、 わっかない観光大使の移植を受ける。2009年11月の UCI パラサイクリングトラック世界選手権では男子 3km 個人追抜けで二位、男子 1KMTT で1位の成績を収める。2010年12月のアジアパラ競技、大会自転車トラック競技では 3km 個人追抜けで銀メダルを獲得した。2011年5月には UCI パラサイクリングロードワールドカップ2011第1戦シドニー大会に出場、ロードレースで男子 C3 クラス3位となり、銅メダルを獲得している。2012年はロンドンパラリンピック代表選手に選出され、トラックレースとロードレースの各2種目に参加し、トラックでは男子個人 1KMTT で20位、男子個人追抜けで9位となる。 ロードでは9月5日に行われた個人 TT で同メダルとなりに大会連続でメダルを獲得した。翌日の個人ロードは12位。2016年のリオデジャネイロオリンピックではトラックレースとロードレースに出場。トラックでは男子個人 1KMTT で11位、男子個人 3KMP で予選5位、混合チームスプリント750メートルは予選8位となる。ロードでは 個人 TT で銀メダルを獲得、男子ロードレースは13位となった。ありがとうございます。